Hello tout le monde. Je suis Madame Ayaka. Je suis Daniel. 今日は、オールドモントリオール旧市街の散策にやってきました。まずは、ここスクエアビクトリアっていう駅なんですけど、地下鉄の出口にパリの地下鉄と同じものがあります。これはモントリオールが地下鉄を開通した時にパリの交通団から、寄贈されたものになります。そして、それを挟んだ反対側にあるのがエリザベス女王じゃなかった、ビクトリア女王の像です。お庭 Yes はい、今からサンポール通りをサンポール通りの散歩します。サンポール通りっていうのはモントリオール旧市街、オールドモントリオールにある一つの、観光通りになってます。よくガイドブックとかでサンポール通りっていうのが出てきます。で、今日はサンポール通りって 1.6 キロあるんですけど、それを端から端までただただひたすら歩きたいと思います。途中でね、可愛いお店とかあったら入れたらいいな。この辺はマンションがいっぱいありますね。住宅地になるんですかね。オールドモントリオールの観光する場所ってすごいいっぱいあるので、多分1個のビデオじゃ収まらないので、シリーズ化させようと思います。It's warm. Yeah. It's a bit brave because we walk. Yeah.私がスタートしたのはサンポール通りの一番東から西の方に向かって歩いています。まっすぐ道が伸びているんでね、間違えることはないと思うんですけど、なんだかアートなものがあります。
the wedding? ぼかった。結構歩いてるとホームレスの人がお金くださいとかって話しかけてきます。だけど危ないことされたってことは特に今までないです。 Sorry って言ってあげます。絵を売ってるお店とか結構あります。ギャラリーを開けて普段はね、で中を見たりすることができるんですけど、このコロナのおかげで今全部閉まってます。このお店確かグルテンフリーのカフェかな、とかグルテンフリー関連のものが売ってあります。でこのお店かわいいんですよね。カフェとなんかグッズが売ってあるんですけど、ここかわいい。誰もいなかったら撮影させてもらおうと思ったけど、ちょっとお客さんいたんで、またいつの日か交渉に行きたいと思います。こんなね、お花も綺麗にしてあります。こっち右の方がオールドポートですね。サンローラン川があります。
か閑散としてるかなと思ったけど、意外と人がいますね。左に見えるのがノートルダム教会です。いや、車は一方通行ですね。西から東へ。開いてるんだ。この3人のマダムが井戸端会議してる像、これなんか可愛いですよね。モダビ、これフレンチレストランです。閉まってますね。ここからが結構メインな通りになるのかな。なんか栄えてる通りになります。観光できて時間がないときはここをささっと歩いて、あと視聴者を見てっていう感じにしますけど、いろんなお店があります。このまた石畳っていうんですかね、雰囲気がありますよね。ケグっていうのはステーキのステーキハウスです。あ、お土産屋さんとかが増えてきます。今ここ歩行者天国になってます。あ、このお店ですね。ここメープル商品が売ってあります。
今多分できないんですけど、普段はあの商品を気になるやつとか店員さんに言って試食試飲することができます。それからコーヒーとかジェラートなんかも売ってあります。あそこ地下にトイレもあるのでよくお店に行きます。もうすぐハロウィンですから、ハロウィンのデコレーションが始められてますほんと人がいない。今日土曜日のお昼1時半なんですけど、業界は痛いかな。なんかなんだろう、大道芸人みたいな人がいるはい、ここもメインの広場になります。こんな感じです。向こうに見えるのが視聴者で、こんな感じやってます。今歩いてきた道、でこれは何だろう、これ開けると中に絵が置いてあって、画家さんとかが自分の絵を売ったりハガキを売ったりとかしても普段はね。はい、サンポールまだ続きます。セクシーソーセージあ、これはボンスクール協会だったかな。中が、まあ、ショッピングセンターじゃないけど洋服屋さんがあったりだとか、雑貨が売ってあったりします。ここもよく日本のガイドブックに載っています。マルシェボンスクール、ボンスクール直訳すると市場になるんだけど、市場とまたちょっとイメージするものが違う気がする。Can you tie my clothes? So, double nuts. Okay.Thank you. It's okay now? Yeah, okay. 優しい、優しいダニエル。
ギャラリー開いてますね。開けていいんだ。お土産屋さん。サンポール通り終わりが見えてきました。はい、約 1.6 キロのお散歩動画、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。コメントなどもありましたらお願いします。20分ぐらいか。ここまで20分です。はい、バイバーイ。ここからはですね、今回この動画で私がどういう道順を歩いていったのかっていうのを説明したいと思います。まずオープニングで撮っていたのが地下鉄オレンジラインのスクエアビクトリアっていう駅の入り口から撮っています。でそこから歩いて5分ぐらいかな、サンポール通りの一番西のところまで行って、でそこからまっすぐ東に向かって歩いていってます。所要時間がだいたい20分ぐらいですね。どこにも寄らずに行ってます。観光で来た方とか、もうそのメインのところだけ行けばいいっていう方であれば、この今青い丸で表しているライン、サンフランソワザビエ通りからと交差しているところからボンスクールマーケットまでが一番見どころのあるところかなと思います。観光になれば幸いです。ありがとうございました。